800キロの爆弾を抱えて飛び出しまして、血の気が引くような思いをしましたから、死んでもその任務を達成するんだと。1945年の4月の10日に特攻隊の編成の中に入れられて、私一人じゃありませんけどね、6機ですから18名が第二陣として特攻命令を受けたんですけども、まあおかしな話ですけどね、当時はそういう皆さん選ばれたということでおめでとうと、別におめでたくないですけどね。陸軍士官学校の卒業式に白い馬に乗ってこう一平された、陛下から頼まれたんだと、死んでもやろうと。でこれはもう一番元です。日本は、軍国一体と言いましてね、天皇にのために死ぬことも国家のために死ぬこともその求める先は同じなんだと、まあそれぐらいの、まあ、武士道ですかね。上官からとにかくいつもう出撃命令が下るかわからないから早いうちにその遺書を書いとけと、それで突っ込んだらばこの遺書は海底に送ってくれということですね。学業をサボって眠りばっかりしてすみませんって、許してくださいって言ったんで、母がね怒りましてね、その亡くなる前でしたけども、あの時お前が特攻で死んでたら私は一生お父さんを恨んだと思うって言ったんですよ。母が文句言う人の僕は仏壇の中から見ずに済んだのは本当に天皇陛下がこの戦争を止めていただいたおかげだと今でも思ってます。まもなく皆さん突っ込んできますからね、もう覚悟しててもいざ特攻隊に編成ということになりますとね、建前は、国のためということですけども、自分のその愛する、父母、兄弟姉妹のために自己犠牲するのは、これはもう当時の戦況からしてやむを得ないんだということをそれぞれのパイロットが自分に納得させましてね、その時のなんていうんですか、例えに散る桜残る桜も散る桜という言葉がありましてね、そういうね感情は全然持たない。いや死んでもその任務を達成してほしいんだというところに、任務達成というのが一番その中で僕は価値がある目的だったと。1945年の5月の11日でそれで、特攻命令を受けてかねてそういうことが起こるだろうと思ってましたけども、日本に勝利ということはちょっとまあ考えられませんでしたけどね。3人乗りの飛行機でございますけどね、800キロの爆弾を抱えて飛び出しまして、その瞬間は血の気が引くような思いでしたね。
それで広島に来ましたら、前の日原爆が落ちてまして、 Nothing です。何もないんですよね。それでまあもうその時もルームが出てましてね、特殊爆弾を落として原爆だなと思いましたからね。まだ原爆の雲が残ってるんですよね。何も、まあ、まだ亡くなった方も収容されてませんし、もう負傷者はもうゴロゴロしておりまして、皮膚は糜爛しちゃってますしね。おそらく命もそう長くなかったんじゃないかと思いますけど、そういう人たちが幽霊のようにみんな歩いてるわけですよね。まあこれは日本はもう戦争にもう勝てないと。本当殺傷し案外の及ぶところ死にかかるって。よく聞こえんかったっけ、雑音が。天皇陛下の NHK の放送はね、一人がね、わーって泣いたの。それでね、負けたんかとは分かったけど、でその時の頭の中にあったのは、しまったと、死に遅れたと。死んだ同期生はね、特攻の栄光の中に死んだのにね、もう俺はそれにはできるのだ。それで死んだ人に申し訳ないっていう気だけありました。その時は死んだ人よかったなぁと思った。戦争終わった途端に学生区分にみんな戻ったわけですよね。素直に戦争終わったことをみんな喜びましてね。ただ亡くなった戦友が多いですからね、その人たちに対してはもう申し訳ないような気持ちが非常に多かったんですけども、悲しさというよりもこれから日本をどう立て直さなきゃいけないかと。で我々はまずね、憲法をしっかり勉強して国を立て直さなきゃいけないと。絶対もう戦争しちゃいけませんね。Dia 6 de agosto, 8 e 15, eu andando na rua. Repente, pá, muito claro, bê, tudo quebrou, bê.